カブテレビがお届けします社長室101。今回は福岡市博多区楢山町に来ています。今日お尋ねしている会社はとある飲食店です。飲食店の店舗の名前、楢山町青と言いまして、もう知る人ぞ知る、博多の名店に、この2年間の間に一気になってしまいました。2ヶ月先まで予約がいっぱい、それでいて、客単価は2万5000円というですね、決しては安くはない、安くはないお店でありながら2ヶ月先までですね、人気で、予約が取れないというお店として、今や、福岡の、グルメな方々の間ではもう本当に人気となっているお店です。こちらのですね、店主でありオーナーの、金田秀之さんはですね、25歳まで全く料理と違う分野で働いていらっしゃって、25歳で一念発起して、この料理の世界に飛び込み、さまざまな有名店で修行した上で今この満を持して楢山町青をオープンさせたということで、その歴史と哲学と、この人生経験に今日は迫りたいと思います。ということでご紹介させていただきます。楢山町青店主の金田秀之さんです。どうぞ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お店の概要から聞かせてください。ちょっと今ですね、博多区の楢山町で今カウンター9席大体お客様の単価が2万5000円ぐらいの単価で、はい、営業しております。どんな料理を？そうですね、基本的には日本料理をベースにして、かつフランス料理のテクニックも使った、はい、ちょっと驚きのあるようなお料理を提供しています。驚きのあるような、はい。その客単価2万5000円の、はい、お料理というかお食事がなんと2ヶ月先まで予約でもう埋まっていると、はい、これがずっと続いていると伺ってますが、はい、そうなんですか？はい。このやっぱ福岡の街、やっぱ美食の街というのでやっぱ競合店がひしめく中で、はい、やっぱこれだけの単価とこれだけの予約を、取り続け、まあ、いただき続けるというのは何かそう簡単なことではないと思うんですが、はい、お料理自体はですね、まあ、思いとしてはもう一切食材に関して もう技術、まあ、あとはもう、まあ、例えばですね、はい、温かいものは温かいうちにとか、まあ、そういった全ての、うんことに対しても一切の妥協をしないという、はい、気持ちで提供しています。一切妥協しない、はい。メゾンド吉田さんに入ったのは25歳の頃で、はい、この25歳からメゾンド吉田さんで約2年半、その後、はい、神戸北のホテルで4年半、それの後奥様と一緒に半年ぐらい世界旅行をされて、その後帰ってきて32歳から37歳ぐらいまでの約5年間を、当時六本木にあった日本料理の龍銀、はい、まあ、いわばその各地の名店をですね、はい、3店舗、修行で、巡っていかれて、そして満を持してこの青を楢山町青をオープンされるわけですよね、はい、この修行時代の話をですね、ぜひそこにこの青の原点があると、はい。一番メゾンド吉田はですね、当時ほとんどのフレンチレストランがモダンな、お料理を提供している中で、昔ながらの、まあ、クラシックと呼ばれる昔ながらのお料理、フランス料理をですね、うん、提供していまして、うん、まあ、当時例えばパイ包みだったりとか、うん、まあ、そういったパイを一つもう一から手作りするっていうような、うん、もう今ではあまりどこのレストランもやってないような、うん、まあ、技術ですね、うん、そしてもう昔ながらのもう一口食べて美味しいっていうようなフランス料理を作っていましたので、うん、まあ、そういったお料理をですね、うん、メゾンド吉田では、はい、勉強させてもらいました。なるほど、はい。北のホテルはもう完全にそのメゾンド吉田とはもう、ま、真逆のですね、はい、もう現代的なフランス料理ですね、うん、ですのでもう新しい技術を駆使した本当にモダンでもうお皿の上が美しいフランス料理ですね、うん、まあ、
技術的なことでもですね、本当にメゾンド吉田とは全く違うものでしたので、その2つを学べたのは本当に自分の中では、はい、料理人としての土台になってます。龍銀はですね、もう本当に一つ一つですね、もう食材一つ、もう例えばうなぎをですね、毎日夏はですね1日5、6本もう1キロぐらいのサイズの天然うなぎを取るんですけれども、一つ一つ尻尾を切って蒸して、その一本一本テイスティングして、どのうなぎがどういうその、はい、まあ、筋肉質なうなぎとか、もう身自体が柔らかい、もうすぐ崩れてしまうぐらい柔らかい脂を持ったうなぎとか、そういったのを一つ一つもう調べて、その上で焼き方を考えるっていうようなこととかですね、まあ、食材に対しても一切の妥協がなく、あとはもう包丁技術、もう本当に切れない人間は切らなくていいっていうような。どういうことですか？もうその例えばですね、この野菜をもう龍銀のもう基準の細かさであったりとか、はい、正確さで切れないのであれば、はい、もうその野菜をお前は切る必要がないというようなですね、だからもう切れるようになってないと切らせてもらえないっていうような、はい、もう一つ一つ妥協がない仕事、そういったものを学びました、はい、食材へのこだわりから、はい、包丁使い、はい、技術、はい、学んで、はい、フレンチレストランで学んだこととはまた違う軸のものなんですね。そうですね、例えば包丁一つとっても洋食と和食では違いますので、うん、初めて日本料理の包丁を持った時は、はい、もう本当に料理人1年生に戻ったような感覚で、使いこなせないというかですね、包丁を、はい、ただ本当に慣れたら、うん、洋食の時代よりも本当に繊維を殺さずに野菜を切れたりとかですね、そういったもうやっぱり包丁技術一つとっても日本料理は全く別の世界ですので、はい、そういった技術を学べたのは自分としては本当に、はい、なるほど、素晴らしい過程になってます。私も先日いただいた山芋の、はい、おそうめんなんてまさにその繊維を殺さずにの切り方なんですかね。そうです、もうあれはもう本当に山芋をかつらむきして、もう綺麗に並べて、本当にもうミリ単位で細く切っていくっていう、やっぱりぬるぬるして切りにくいですし、それでも本当に正確に、はい、切るという技術ですね。あれはもう本当に洋食だけをやってたのではできない、はい、料理ですね。日本を代表する名店で修行されたのに加えて、はい、海外のお店でも厨房に立たれたと聞きました、はい、そちらも話聞かせてください。まあ、妻とですね、半年間旅行を、まあ、本当に旅が昔から好きでしたので、まあ、日本を出発して、まあ、あとヨーロッパのですね、当時世界で、ナンバーワンと言われてたノーマというレストランがあるんですけれども、まあ、そこで働くことがまあ決まっていてですね、まあ、それに合わせて日本を出て、まあ、半年間かけてそこに行って、まあ、それまでの間にその旅行も兼ねて、まあ、いろいろな国で働かせてもらおうと思って、まあ、いろんな国の気になるレストランにメールを打って、うん、その中の一つが、バンコクのガガンというお店でした。どんなお店なんですか？そこはですね、もうアジアで、4年連続ナンバーワンになった、お店なんですけれども、シェフはインド人で、インド人なのにモダンな料理をタイでやってるっていうのにすごく興味を持って。何料理なんですか？モダンインド料理っていう感じですね、はい、インド料理、カレーとかですか？カレーも、はい、ありますが、もう本当にもう本当に奇想天外というかですね、はい、もう彼にしか作れないような、はい、圧倒的にもう本当にディズニーランドのようなエンターテインメントなお料理ですね。ガガンさんって人のお名前でもあるんですか？そうですね、はい、シェフの名前がガガンですね、はい、2週間、はい、そこの厨房に立たせてもらって、はい、そこでは何を学んだんですか？そこはですね、本当に日本の厨房と違ってイージーというか、まあ、皆さん陽気な感じなので、まあ、ちょっと仕事がある程度できる
ていうのが分かるともう何でもやらせてもらえてですね、まあ、肉を焼かせてもらったりとか、まあ、デザートのアイスクリームを仕込ませてもらったりとか、あの最後はもうカレーまで作らせてもらったりとかですね、本当にいろいろなことをあのやらせてもらいました。その4つの店舗で修行してきた、はい、ある種集大成がこの習い町青そうですね、はい、に込められてるってことでしょうか。はい、はい、こもってるわけですね、はい、と思います。なるほど、ありがとうございます。